もしたいな。ああ、誰かトレーナー取り方ないかな。いや、そこの君。あ、来た。僕とポケモンバトルどうだい？うわあ！人の顔を見て叫ぶなんて失礼なやつだな。あ、そんなことよりバトルしないかい？やだよ、気持ち悪い。やんのかよ。くそ、行け、やだ。行け、ピカチュウ。ポケモンもバグってんのかよ。改造ポケモンじゃねえか。ピカ。行け、ピカチュウ、解放者。お前こうやって AB 連打してるとお前これポケモン捕まえやすくなるんだよ。いやそうだ、名刺に決まってんじゃん。いやお前これマジだから、お前ちょっと一旦見てみ。マジで？なんだこのトレーナー、バカじゃねえの。俺は体力満タンなんだぜ。それをモンスターボールなんかで捕まえようとするとこ、うわー、うわー、 なんだ、捕まえやこれ。お前ほら、マジじゃん。お前逃げたね。よっしゃ、10歳になったぜ。これからポケモン集めて、まずは最初のジムに行くか。よう兄弟。この先に行くのかい。お前もポケモンマスターがなってるだろう。みんな一緒さ。え、おじさんは？俺は青のニート。心折れちまった、ハンバーグさ。一体何があったの？暇だし全部教えてやるよ。俺も昔はお前のようにポケモンマスターを目指す少年だった。相棒もできてポケモンも捕まえて全てが順調だった。だが一つ目のジムで負けてから俺の地獄は始まった。何度やっても勝てない。レベルを上げてもアイテムを使っても新しいポケモンを捕まえても無理だった。そんな俺は今やアルバイトで食いつなぐ32歳。もう最初の街から出れなくなっちまった。お前も俺と同じようになる決まってる。分かったらポケモンマスターなんか目指さない子。畜生、いい度胸だ。心折れたってなめるなよ若造が。お前逃げたね。あ、野生の野郎だ。これを捕まえたいぜ。いけ、ピカチュウ。いけ。やった、あとはモンスターボールで。あれはもうダメだ。ピカチュウ、楽にしてやれ。ビガ、よし、次の宿を探すか。お前逃げたね。ポケモン図鑑だりー、マジで。他の人のやつをコピーすればいいって。おお、すげえ、ピカチュウ天才じゃん。ねえ、あのさ、図鑑にしてくんね。え、あ、いいけど。これをこうやってと。よし、コピー完了。待てよ、これは使えるぞ。コピーしたポケモン図鑑をポケ狩りで販売するべ。すげえ、めっちゃくちゃ売れてるべ。お前逃げたね。よっしゃ、北三番でラッキー乱獲だ。よっしゃ、まずはハムサンドを食べるぞ。よっ
30分経ったらまたハムサンドを食べるぞ。もう楽だ、ピカちゃん代わりに食ってくれ。こんなに怒られたらポケモンマスターにはならない。キャナーブンブン。いやあ、ヨウコ久しぶり、冒険は進んだ。なんでモンスターボール引かないの？野生のカビゴンじゃないの？なんだ、ただのデブじゃん。立ってる素材で、じゃあ、首が取り掛かってるやつだから、ほらほらほら、普通に照らしてるし、マスカーやん。口開けて、ちょい正面気味のやつも取っとこうか。口開ける意味あんの？こいつだってさ、口開ける、確かに、いや、そいつ問題じゃないの。いや、そこじゃん、口っていうボケだから。いや、顔はそのままでいい、よーい。すいません、じゃあやっぱちょっとこっち向こうか。シルエットがさ、もう髪が平行になっちゃった。ただの翔太なんだ。だって頭ねえじゃん。向こうのカメラに映る自分を見ておかしいと。あれ、うわぁ、なんだ。前から車が走る。あ、前から車が、あ、前から車が。どんな声がいい？この先に行くのかい？この先に行くのかい？この先に行くのかい？三つ目。覚えてねえよ。三つ目。この先に行くのかい？それではなかった気がする。ヤマハと一緒にいるシーン。よーい、スタート。ヤマハついてないのよ。猫耳のヨウスケなの、それ。猫耳で緑の俺じゃん。いらねえ。何のポケモンだよ。童貞バケモンだよ。童貞バケモン。使えるぞ。めっちゃ売れてる。これあれみたい、中国のアプリも。ははは。あるよ。数が4分の1くらいにブルンって。お弁当であるあるのやつか。寿司だ。やば。ジャンボ寿司じゃん。これ自分がやったことがあるわ。最悪。2回やろ俺、しかも。1個はたこ焼きでさ、たこ焼きのさ、器ってすげえさ、なんか船みたいになってるじゃん。あれがこけるのよ、中で。横転してて、しかも最悪だったのが、タワマンの一番最上階の人だった。うわ、ごめんなさいと思って、多分それ低評価つけられた。いや、そうだ。